はいどうも腰ンベースの自律神経失調症がなかなか治らない、まあ、ちゃんですえーとね今回のテーマはですね今やってるあの日本カナヘビのねえっ、ー、とケージねあのトカゲ捕まえてきてねろくなケージもなくってねちっこい水槽で始めてまあトカゲたちも寒そうにしててかわいそうなんでね 一応あのフルシステム化してみましたちっちゃいまんまねでやっぱりね固体の状態がね非常に良くなりましたね紫外線とかねあのバスキングライト取り付けて固体の状態はいい感じですただあのやっぱりね水槽が小さすぎるんで熱のやっぱり 上げ下げ下がね激しいっていうかねまあ、あの魚の水槽でもそうなんですけどね大きい水槽になればなるほどあの水質の変化がね緩やかなんですよほっといてもねそれちっちゃい水槽だとすぐ汚れちゃうんですよ水換いはもちろん簡単なんですけどねまあそういう感じでねあの爬虫類のケージもね大型化するっていう計画この間考えまして。 山に行ってあの20キロぐらいあるでっかい岩とか持ってきてね何で作ろうかちょっと悩んだんですよ一から材木で作るか昔やってたアジアロアロルナの2メートルの水槽で作るか悩んでたんですけどねあのちょうどねもう廃材のテレビ台ね あってそこに石ぶっこんだらねジャストフィットするんですよ大きさ的には7 0ンチぐらいですね高さが4 0ンチぐらいでそれでねちょっと作っていこうかなって考えてますで今日ちょっとねまあうち2階建てなんですけど私の部屋2階なんですよで1階のテレビ台がもうね廃材で今2階にある結構いいテレビ台ね 下を下ろしてで下の廃材のテレビ台を2階に持ち上げてまあ部屋にセットするっていう動画になりますねでまたあの後日防水化したりねいろいろランプ類がつくように加工していきたいと思います今日はだから第一段階のそのテレビ台を2階に上げて 設置場所に置いて、まあ、石を突っ込んでみるっていうねそういう動画になりますえー、とねそれでは動画スタートはいえー、とこれ前に作った「男前の壁シリーズ」っていうねやつで作ったあの壁の一面なんですけどねここのとこね全部軽いそ土塗ってねかっこよくなってるんですよ まあ遠くから見るとただの白なんですけどね夜にこのライトアップするとねここに非常にねあの綺麗な柄が浮き出ます。でその作業をする時に床はねあのフローリングの上にカーペット敷いてあるんですけどちょっとハイでやったもんでこの壁の面にケージをねやることにしたんで。 こういうい状態なんですよだからまずここを直してこんなようなやつでね直してのり付けしてねでこのこれねこの洋服ダンスねをここにぴったりとっつけてその上にテレビ台乗せて。 それを改造していいいきたいと思いま,すまあ爬虫類の場合はね魚と違って水使わないんでちょっとした防水加工でねまあこれも廃材なんですけどもう捨てちゃうんだけどこんなようなねホームセンターに売ってるカラーボックスとかでもね全然作れちゃいますね改造すればちょっと防水加工してね上にあの ランプ類がつくようにちょっと加工してやればねこういうやつでも全然ハ類はね買えるところがいいですねはい今ねあの日本カナヘビちゃんたち入ってる超小型の水槽一応フルシステム化 <laughs> してますこんな感じでねやっぱりねまあ個体が小さいんでね バランス的にはこのぐらいでいいんだけどランプ類のね出力に対して水槽がやっぱり小さすぎますよね。それなのでねこれがだいたい2 5ンチあるかないかですね高さが1 5ンチくらいの前魚の白天病治す時に使ってた水槽を改造して作ったんですけど。 これは、ね、幅7 0ンチの上が4 0ンチぐらいかなのテレビ台を使って改造していきたいと思います結構テレビ台ね加工するの難しいかもしれないですねちょっとこの面がフラットじゃなくてちょっとね曲線を描いてるんでその辺をどうやってカバーするかっていうのがちょっと課題かな あとはねこれと同じようなやり方でねやっていっちゃえばいいと思いますねまあ今日はちょっとあのページの改造自体はできないんですけどその準備をする動画になりますはいえー、っとねこの2階にあるこのテレビ台ねこれ結構高かったんですよね だけどあのテレビね一切見ないんですよ私ちょっとあの自立神経失調症になってっからねテレビ見なくなっちゃいましたね全然それでねこのテレビ台ちょっと鉄でできててかなり重たいんだけどね頑張って下下下ろして下の木製のねボロッボロのテレビ台ね2回上げてねさっきのタンスの上に 設置したいいと思いますはい今ね2階からこんな感じでね1階に頑張って下ろしましたそれでねケージにするテレビ台ねこのボロボロのテレビ台形からしてまだブラウン管の頃のテレビ台ですねこれね大きさ的にすごい いいんですよあの拾ってきたでっっっかい石ぴたたり収まってねただ問題なのはこの正面の部分ね曲線描いてるんですよここのとこねまっすぐじゃないんですよでこれあの観音開きになっててもうこんな感じでものすごい錆びちゃってんだけどこういうのはいくらでも直せるんだけどねここが ちょっと曲線を描いてるんでここをどうやってねガラスでやるかですねこのガラスもね曲がってるガラス使ってるんですよここのところだからこのガラスが透明だったらもうほんとこのまま使えたんですけど透明じゃなくって黒いんでこれは取っ払っちゃって。 透明のねアクリルとかガラスで作るってことになるんですけどその辺がちょっとね今後の課題ですねそれはまたね考えながら作っていきますえー、っとねじゃあこれをね2階に上げていきたいと思いますはい。この山からねもらってきたいしねかっこいいですよねこの上でバスキングしてもらうっていうのがね今回の狙いです なんとかね2階に持ち上げました息が切れるやっぱり1年間寝込んでたんでね体力がね折っちゃっててねきついですではねこれあのセットするためにここの床をね最初に貼っちゃってそれでこれをねこの洋服ダンスを壁に取っつけてその上にこれをねセットしていきたいと思います これでねこの部分ね貼っていくわけですがもうこれね3年ぐらい前に買ったやつで蓋どうやって巻かないんで中身はあるんですよね重いからねだからこれもうそこから穴を開けてねやっちゃうような感じ ななかなか開きませんねちょっとこれ頑張ってあげてねここだけちょっとやっちゃわないとね移動できないんでちょっとやっちゃいますねはいなんとか穴が開きました非常にね切りづらかったですこれでひっくり返して少し待ってれば出てくると思うんでちょっとねのりが出るのを待ちます とか、ね、張り終えましたこのチェッカーフラッグ柄のカーペットはね私発病する前に貼ったやつなんでもう6年以上前のやつなんですけど闘病生活の時にねやっぱりね家の中引きこもっていろんな作業をやってたせいかね汚れがねどうやっても落ちませんね。ままあ、ここんとことね、まあ、タンスが この炭酸がこう来るんんでで隠れちゃうんでまあいいんですけどねここはとりあえずねここ今施工しましたんでえー、っとケージのベースとなるテレビ台をね乗っけていきたいと思いますはいえー、っとね今下ね施工が終わってねこれあのー、リハビリでね軽装土ね塗る。 男前の壁シリーズってやつね動画にアップしてた時に作ったね壁なんですけどねその時はね爬虫類とまだ出会ってなくてギターをここにかけると思ってねギターかけここにボルトオンしちゃってあるんですよ2箇所でここら辺にテレビ台来ちゃうんでこのギターかけねちょっとせっかく作ったんだけどねまあギターはちょっと外してね これはまあついててもここまでは来ないんで多分この辺来ると思うんでギターはまた違うところにねつけたいと思いますはいこんな感じでねちょうど壁の中央付近にね持ってきましたただこの内が古いんでね水平がやっぱり床が出てないんでこんだけガタつきがね出ちゃうんですよ であのね、建材屋行くとねこういうプレートね1枚何十円とかでこういうのね売ってますんでこれ3って書いてあるから3ミリかなこれをねこの隙間の中にね入れてやるとねガタつきが止まるんですよ。 足です,すいませんね <laughs> これでもう全然ぐらつきませんねあとね問題はですねこの奥行きよりもこっちのテレビ台の方がねかなり奥行きがねあると思うんですよだから多分これね壁ぴったりにつけちゃうと ダメかもししれまませんねねととりあえずちょっとセットしてみますね今ね上乗せてみたんですけどやっぱり奥行きがね全然違いますねまあこの本体自体のね奥行きはそんなに差はないんですけどねこの部分邪魔ですね邪魔ですねって言ってもこれ加工するってなると大変なんでやっぱりタンスをこっちに少し出してぴったしぐらいにしてね それでちょっと今キャスターついてる状態なんでキャスターこれどうやって外すんかなと思ってねこんなのやったことないんで今研究してたらねねじ止めでも何でもないんでどうやって外すんかなと思ったらねこれ引っ張るとね取れるんですよこういう感じになっててこれはちょっと初めて知りましたねこういう感じでね これは4つついての外すのは簡単に外せますねで外した状態で下のタンスを少しこっちへずらして合わせてみますそれでねあと幅もねテレビ台の方がねあるんですよねちょっとやっぱりこの出っ張りがね見た目ちょっと 悪いかなって感じまあトカゲはこんだけの床面積があればね喜んでくれるとは思うんですけどねまあ、とりあえずちょっとねやってってみますはいだいたいこんな感じでねセットはできましたねあとはここに通気性良くするために穴あけ加工とあとバスキングライトとか紫外線ライト取り付けるソケットをつける 穴とか開けてねまあ床面積がねかなりありますね奥行きがすごいやっぱり昔のブラウン管のでっかいテレビのねテレビ台だけって奥行きがねありますねあ,ありますねつうかありすぎますねだからちょっとこのタンスかなり手前まで引っ張ってきちゃって後ろを開いちゃってるんで そこら辺もちょっとかっこよくねやっていこうかと思いますまあだいたい全体的にはこんな形になりそうですねいやー本日はこのぐらいでやみときますねちょっとまだ体がね出来上がってないんでねこんだけの作業でもちょっときついですまあだいたいこんな感じですこれで 防水加工穴あけ加工やってシステム化してねこの中に岩をセットあ岩忘れてた岩セットしてもう一回ちょっと取りますねえっ、ー、とね岩をセットするとこういう感じですねこれはやっぱり奥行きがないとね入りませんでしたね 奥行きがね5 0ンチぐらいあるかなそれでギリギリ入りましたまあ、欲を言えばもうちょっとね上あればよかったんだけどそれでもこれ4 0ンチはあるかなで幅がねこの間測ったら7 0ンチ 完全に特注サイズですねだからこっからの加工が大変ですね一応ね全体像としてはこういう感じになりますうんこんな感じで進めていきたいと思いますじゃあ今日はねちょっとくたびれちゃったんでもうやめますねもしねこの <laughs> ケージ作りね 興味のある方はあのちょくちょく作るたんびにアップしてきますんで、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。えー、それでは最後までご視聴ありがとうございました。それではまた。